こんばんばは LINE でサーバー開発をやっているキョンイルグと申します。今日はエンタープライズレベルでマイクロサービスを作るためのグレードルをどう使えることができるかに対してちょっと説明したいと思います。まず自己紹介なんですけど、今、j a v a とコトリンで仕事をやっているサーバー開発者で、プロダクティビティにすごい深い興味を私は持っています。それと近所の優しいおっさんです。よろしくお願いします。 まあ、いわゆるマイクロサービスの時代ですね。なぜマイクロサービスっていうかを話すのは時間がちょっと足りないので、それを支える、支えている技術中の中の一つのモノレポーマルチプロジェクトっていうことに対して話したいと思います。まず、マルチレポーとモノレポーが何が違うのかに対しての説明なんですが、左側がまあ伝統的なモデルですね。 1一つのモジュールごとにバージョンコントロールシステムが分けていて、それをメイブンとかのビルドシステムを使ってつなげて、ビルドをして運営しているパターンですね。で、この場合は、1つの変更,が変更事項がプロトコルレポーとかの深いあのレポジトリに変更が起きたら、その変更の適用のためのまた新たなるコミットがレポジトリごとに必要になりますね。 これが規模が大きくなったプロジェクトに対してはこのコミット自体がコストになるのでこのコストを減らすために考えたのがこのモノレポだと言われるものです。まあ、Google とか Facebook でやっているとお話になったパターンでこれをしたら一つのサー,ビスサービスに対する一つの変更事項を一つのコミットで表現することができて 左のパターンより時間を減らすことができます。で、まあ、簡単なマイクロサービスで動いている、エグゼンプルですね。で、コーヒーとジュース、2つの機能があって、それをショップショップサーバーっていう、フロントエンドサーバーで集まってサービスをしているパターンですね。で、こういう構造を見ていると、 クライアントプロトコルサーバーっていう、まあ、同じ名前が何度も出ていますね。実際このプロジェこのモジュールたちはあの中身はちょっと違うかもしれないんですけど、技術的なスタックはあんまり変わる必要がないものですね。で、こういうモジュールたちが一、まあ、つのモ,あのモノレポの中に全部入っていても、 グレードルを触った経験がある方たちはおっしゃっていると思いますが、このビルド設定とかディペンダンシーの設定とかは全部プロジェクトごと、あのこのサーブプロジェクトごとに分けて適用されるものになります。まあ、こういう形ですね。プロトコルモジュールだったら、 Java の言語で書いていると Java のライブラリが一応だしそれをライブラリ化するために Java のライブラリのプラグインがまた必要になりますこっちのクライアントモジュールは Spring Boot のコンフィグレーションも一緒に持っているとしてみましょうその場合は Spring Boot の依存性も必要だしあのアプリケーションと違って BootJAL としてパッケージングすることを禁止しないとまあコンパイル失敗になってしまうのでこれこういう設定も必要になります まあこの段階にも Java っていう設定が被ってますね。問題は十数の場合も同じだっていうことです。で似たようなサービスを増え,る増えながらどんどんいくのがこのビルド設定のコピーペイストになりますが、まあ、もちろんみんな知っていると思うとおりあのビコピーペーストされたコードは最初は同じ形なんですけど今後推薦される 時にその変更事故は反映されません。それは人の努力に対してだけ変更が起,きる起こるものになりますね。で、これを解決するためにちょっと面白いものをやってみました。g r e ド d はすはにこういう API を提供しています、まあ。プロジェクトに対して、まあ、すでに宣言されているプロジェクトを 後でコンフィグをつけることができる API です。じゃあ最初のディレクトリーモデルなんですが、まあ、同じ構造を持っているやつたちに対してちょっとネーミングをしてみました。Java ライブラリ、Java ブットライブラリ、Java ブットアプリケーション3つですね。この中でアプリケーションとして起動できるのが Java ブットアプリケーションで、まあ 他のやつたちはただのライブラリ。そういう感じです。さっき紹介したあのビルドコンフィギュレーションを覚えていると思います。それをこういう形でしていました。全体のプロジェクトの中でタイプが Java で始まるものは Java プラグインをアプライさせて、ライブラリ、すみませんが Java でスタートしてあのライブラリーで終わるものを Java ライブラリーを適用することができます。こうしたら、さっきのかぶのる設定はなくなります。o ッ t の設定も同じです。で、なぜこういうのをしたかっていうと、私はビルド設定すらもかぶることが大嫌いな開発者だからです。で、作りましたクレイドルのビルドプラグインです。 まあ、タイプとレイブルという機能を持っていますが、今時間が足りないので、説明は後、今公開している GitHub で見,れ見ることができます。タイプはさっき説明した通り、Java ライブラリ、Java ブットライブラリ、Java ブットアプリケーションとかで活用できますし、これを人が読めやすくするためにこういうメソッドを追加しました。レイブルはあのディペンデンシーとか、その ハイエラ,ラッキーで表現できないリ e q u i r ントを表現するために作りました。で、ローリーできな、まあ、ディスクリプトアタッチも用意しています。で、さっきのビルドコンフィギュレーションをこうクリーンアップすることができました。で、今になっては完全に被る設定はなくなって、この設定は今後 新しいモジュールを追加すること,ことがあっても同じく使えることができます。コピーペーストなしで。まあ、最初のやつより結構、まあ綺麗じゃないですか。で、こう設定を。 どんどん重なることができるように設計しましたけど、こうした結果、どのプロジェクトがどの設定の影響でコンフィグされたのかを確認する方法が必要になりました。それもできるようにタスクをつけておきました。じゃあ、新しいサービスを追加することがこう簡単になります。ただ、ディレクトリを作って、そこでタイプのプロパティをつけばいいんです。 じゃあこのプラグインの良さに対してちょっとまとめなんですけど、これ以上、ビルド設定すらもコピーエンドする必要がありません。で、似たようなサーブプロジェクトを同じものにま変えることができます。それと、ディペンダンシー・イシュー、ライブラリ・ディペンダンシー・イシューとかも一回解けて、それをレイブル化してまあ置いていくと、それを再活用することもできます。 さっきヨーグルトのエグゼンプルからも見れるように新しいモデューデ追をすることがすごく簡単になります。じゃあこれから使用可能になりました。きっとアブにあの今日パブリックでオープンされました。<laughs> じゃあ一文残ったんですけど、もう一これすることができました。 こういう複雑なあの依存性をディペンダンシーを持っているあのモルチプロジェクトの中である変更事項が発生したらどのアプリケーションが影響をもらえるかこれを追跡することがどんどん難しくなりましたでこれがなかったら全ての変更事項が全てのアプリケーションに影響を与えるとあの仮定してそれをまあハンドリングする必要がありますけどこれをグレードルのディペンダンシーを繋がりながら 分析してログで出させるプラグインも用意しました。これでこれ以上マルチプロジェクトから苦しみを持つ必要はありません。ありがとうございました。